出席議員半数以上であります。これより平成二十八年第四回長崎市議会定例会を開会いたします。議事日程の前に市長から新任紹介がございます。市長、おはようございます。え、さる七月十五日付及び 9月1日付の人事異動で承認いたしました職員を紹介させていただきたいと存じます花川聡商工部ふるさと納税推進室長でございます 山口正則市民健康部地域医療室長でございます以上で新任紹介を終わらせていただきます次に市長からスコットランド及びシンガポールベトナム市長について並びに 交流拠点施設の検討の進め方について報告したい旨の申し出があっておりますのでこの際報告を求めることにいたします市長,市長本会議冒頭の貴重なお時間をいただきましてスコットランドおよびシンガポール・ベトナム出張についておよび 交流拠点施設の検討の進め方について報告をさせていただきますはじめに8月20日から26日までの日程で前駒議長をはじめとする議員の皆様方とともにスコットランドに出張しましたのでその概要についてご説明します今回の訪問はラグビーワールドカップ2019において長崎市で事前キャンプを決定したスコットランドラグビー協会とエジンバラ市で 事前キャンプにかかる調印式を行うことと市民友好都市であるアバディン市を訪問しさらなる関係強化と交流促進につなげることを目的としたものであります初日の22日はアバディン市長を表敬訪問し水素エネルギー関連施設グラバーハウスアバディン大学にあるラグビーアカデミーの施設視察などを行いましたアバディン市は再生可能エネルギー分野で 先進的な取り組みを行っており水素エネルギー関連施設の視察だけでなく実際に水素バスにも試乗しその乗り心地の良さも体感させていただきましたまたアバディン市主催の夕食会では長崎や日本ゆかりの100名を超える方々に市庁舎内の特別広間であるタウンカウンティーホールで集まっていただき大歓迎を受けました その中にはスコットランドではあまり知られていないトーマス・ブレイク・グラバーの功績を国内で普及する活動に20年以上にわたり尽力され今年3月にジンバラの日本総領事から表彰を受けたグラバー財団のアン・マルコム理事長やアバディン市にあるロバート・ゴードン大学に短期留学している日本人学生の皆さんそしてイギリス全土から日系企業の皆さんなどが参加をされ 数多くの新たな新たな出会いがあり大変有意義な夜となりました続く23日はエジンバラ市へ移動し子どもラグビー国際交流事業として派遣した長崎市の中学生15人を含む県下の中学生選抜チームとスコットランドエジンバラの代表チームとの交流試合を観戦しました今回の中学生のスコットランド派遣は ラグビーのトップチームのコーチの指導を受けるだけではなく交流試合やホームステイなどを通じて国際性豊かな青少年育成にもつながるもので参加した中学生にとって大変貴重な体験であったと考えております翌24日はスコットランドラグビー協会の本拠地であるマレーフィールドスタジアムを訪問し2019年に開催されるラグビーワールドカップにおいて 長崎市で事前キャンプを実施するための調印式を行いましたスコットランドラグビー協会との交流はトーマスグラバーから始まる長崎市とスコットランドのとの友情を未来につなげるものでありますまたスコットランドと長崎市の交流を様々な形でさらに発展させる契機になるものと考えております今回のスコットランド訪問によりアバディーン市との交流が一層強化され また、2019年のラグビーワールドカップにおけるスコットランド代表チームの事前キャンプが正式に決定したことで長崎市のスポーツ振興と青少年の健全育成にも大きく貢献できるものと確信をしたところでございます次に、トップセールスのため、7月25日から30日までシンガポール及びベトナムに出張しましたので、その概要についてご説明します 九州長崎への誘客促進を目的として個人観光客が増加しているシンガポールと経済成長を著しいベトナムにおいて世界遺産や世界新三大夜景等の素材を活用した観光プロモーションとトップセールスを行いましたシンガポールでは富裕層旅行を取り扱う訪日専門旅行社として最大手のプライムトラベルで会長および社長と面会し 市場の状況やお客様のニーズ訪問先の魅力を高めるための仕掛け作りについて意見交換を行いましたまたマイス先進国であるシンガポールの中でも代表的なコンベンション施設であるマリーナベイサンズおよびサンテックシンガポール国際会議展示場を視察し誘致や運営手法について説明を受けましたシンガポールと長崎市では都市の規模等は異なりますが 交流人口の拡大により経済を活性化することで都市を発展,発展させていくという方向性を持っているところは長崎市と同じでありそのために枚数誘致に積極的に取り組んでいることは大いに参考になると考えますさらに平成 20, 20年度から市職員を派遣している自治体国際化協会クレアシンガポール事務所を訪問し派遣職員や支援事業を活用した 東南アジア市場における観光 p r や物産等の販路拡大について情報交換を行いました。ベトナムではホーチミン市で開催された夜景サミット二千十六 in ベトナムに。市議会議員団十三名とともに参加をしました。日本側からは長崎市以外にも自治体等十七団体が参加し。ベトナム側からは旅行会社三十三社、メディア九社が参加をしました。 長崎市は夜景を中心とした観光プレゼンテーションを行うとともに商談会においても長崎の宿泊を含む旅行商品造成の働きかけを積極的に行いましたご朱印船貿易で長崎と歴史的なつながりの深いホイアン市では市政府を訪問するとともに世界遺産に登録されている古い町並みを活用した観光振興の取り組みを視察しました表敬訪問では今月15日 8月15日のホイヤ日本祭りにおいて長崎君地の出し物である松石杭町の法の踊りを模した嫁入り行列を今回初めて再現することや兄王さんの名前を冠した通りがあるとの説明をきました長崎との結びつきが過去のものではなく連綿と続いていることを改めて実感するとともに今後は市民による相互交流にもつながることを期待をしております また世界遺産を生かし町が大変なにぎわいを見せていることも感銘を受け大変参考になりましたダナン市では市政府訪問のほかダナン日越交流フェスティバルにおける観光物産 PR を長崎県と連携して行いました今回のプロモーションを契機に東南アジアにおける誘客や販路拡大等の取り組みを推進していきたいと思います最後にこの場をお借りいたしましまて スコットランドおよびシンガポールベトナム出張におきましてご参加いただいた前沼議長をはじめ議員の皆様に改めて感謝を申し上げます次に交流拠点施設の検討の進め方について報告をさせていただきます人口減少と高齢化に直面している長崎市が今後発展していくためには交流人口の拡大による地域経済の活性化が急務です そのためには、行政と民間が力を結集させ、交流の産業化をキーワードに、これからの時代にふさわしい新しい交流の形を作り出すことで、雇用の創出と所得の向上を図る必要があります。そういった中で、マイスの誘致は、新たなビジネス客や研究者の来訪による経済波及効果や産業振興、教育レベルの向上など、町全体に活力をもたらす可能性を持っています。 また、世界に誇れる歴史と文化に裏打ちされた都市の個性や観光資源など、他都市にない独自の魅力を最大限に生かすことができることや、市民が自分たちの町に誇りと愛着を持つ機会となるといった側面からも、長崎のちづくりに貢献するものと位置づけられます。そこで、これまでマイス誘致にとって大きな課題となっている受け入れ施設の整備・検討に取り組んできました。 最も重要である施設の立地場所については新幹線が開通する新しい長崎駅隣接の西側用地を最適地と判断し平成26年11月議会に埋ス施設に限定しない用地取得予算案を再提案し可決をいただきましたそこで付された本市の経済活性化や交流人口の拡大のためにどのような活用が最善であるのか マイスにかかわらず将来の利活用について十分検討することとの付帯決議に基づき交流拠点施設用地として広く活用方策の検討を行い2028年2月議会において域外からの交流人口拡大効果や経済波及効果が最も期待でき交流の産業化による長崎創生の方向性とも合致するマイス機能を中核とした複合施設を 市の活用方針とししてて説明をさせていたただきましたその後埋設施設と民間収益施設との複合施設の詳細な検討を進めていくために最適な事業手法の採用民間活力の積極的導入による交流拠点施設の機能の向上コストの削減という3つの視点で民間事業者のノウハウやアイデアを生かした提案や意見を聴取する対話型市場調査を 今年の4月から8月にかけて実施してきたところです対話型市場調査にはグループも含め17社もの参加をいただきこの取り組みに対する参画意欲の高さを実感したところです対話ではマイス施設部分は PFI の BTO 方式民間収益施設は定期借地方式が提案されマイス施設の運営は民間事業者による独立再産が十分可能であること 複合する民間収益施設としてアッパーミドルクラス以上のホテルの参画可能性が見込めることやオフィスや商業飲食施設などがにぎわいを生み出す施設として提案されるなど交流拠点施設としての事業化の可能性も含めて民間事業者の考え方が一定徴収できました一方交流拠点施設という基盤施設の整備と合わせて枚数誘致受け入れを進めることは非常に重要なことです 誘致については長崎国際観光コンベンション協会や長崎大学と連携した国際会議の誘致や経済界が主体となった1団体1コンベンション誘致実現に向けた MICE の需要調査に取り組んでおりまた受け入れについてはマイス開催の際に生まれるさまざまなビジネスを地元で受注できる組織づくりの検討がされているなど官民が連携した具体的な取り組みが進んできております。このような状況を踏まえ 小売拠点施設用地の活用については十分に民間事業者のノウハウやアイデアを生かした創意工夫が見込め民間事業者の参画意欲も非常に高いと判断できることから埋ス機能を中核とした複合施設としてさらに検討を進めていきたいと考えています。そのの中で民間収益施設の具体的内容や規模、配置また事業費など 複合施設としての詳細な内容については事業者の公募で募集することとなります今後公募による具体的内容について市民の皆様や議会の皆様により理解を得られるようしっかりと説明をさせていただきその内容についてご審議いただきたいと考えていますそのため次の11月議会に事業者の公募選定に係る関係予算議案を提案させていただきたいと考えています 小売拠点施設の検討については平成34年の新幹線開業のタイミングを逃さないよう取り組むことでその効果を最大限に生かしたまちづくりを早急に進め長崎の経済の活性化につなげていきたいと考えておりますのでご理解いただきますようよろしくお願いいたしまます以上をもちましてて私の報告とさせていただきます。 これより議事日程第1号により本日の会議を開きます。日程1、会議決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今定例会の会期は本日から9月21日までの21日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって 今定例会の会期は21日間と決定いたしました。なお、会期中の日程につきましては、お手元に配布いたしております、日程案のとおり、ご了承をお願いいたします。次に、日程に議員派遣にかかる報告についてを議題といたします。本件は、地方自治法第100条第13項及び長崎市議会会議規則 第百二十八条の規定に基づき、議員を派遣したので報告しようとするものであります。その内容はお手元に配布いたしております。議員派遣第十二号に記載のとおりでありますので、ご了承をお願いいたします。次に日程三、議決後の議員派遣に係る変更事項等報告についてを議題といたします。本件は。 本年6月29日の会議において議決した議員派遣について変更等がありましたので報告しようとするものであります。その内容はお手元に配布いたしております報告のとおりでありますのでご了承をお願いいたします。次に日程4第102号議案平成28年度長崎市一般会計補正予算 第3号から日程22第123号議案、長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例についてまで、以上19件を一括議題といたします。市市長長の説明を求めます市長 平成28年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ議員の皆様にはご出席を賜り厚く御礼申し上げますまず工事の変更契約に係る市長の専決処分の事務処理の誤りや補助金の請求を怠っていた件など不適正な事務処理が続いておりますことに対し市民の皆様方をはじめ議員の皆様にも大変ご迷惑をおかけしていることを心からお詫び申し上げます 適正な事務処理が続いている事態を重く受け止め今後このような事務処理が起きることがないよう再発防止に取り組んでまいりますそれでは開会にあたり提出いたしました議案の概要をご説明申し上げますとともに前回の定例会以降主な姿勢の動きなどにつきましてご報告を申し上げます被爆71周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典についてですが今年の平和記念式典は 安倍晋三内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長など多数の政府国会関係者をお迎えするとともに、国連事務総長代理として、キムウォンス事務次長兼軍縮担当上級代表など国際機関からもご参列をいただきました。各国代表については、被爆70周年の昨年に次ぐ53カ国の駐日大使などにご参列をいただきました。 今年の新しい取り組みとしましては若い世代に被爆の実相と平和への願いを継承してもらうために名簿法案の青少年代表を大学生にお願いしましたまた例年国立長崎原爆死没者追悼平和記念館交流ラウンジにて式典の中継放映を行っておりましたが来場者の増加に対応するため長崎原爆資料館ホールに変更するなど環境改善にも取り組みました 今後とも環境改善を図りつつスムーズな式典の進行に努めていきたいと思います続きまして今年の平和宣言につきましてはオバマアメリカ大統領の被爆地広島訪問に触れ被爆の実相を知ることの意義について言及し核兵器保有国の首脳等への被爆地訪問を求めましたまた国連各国政府および国会、市民社会に対し 核兵器なき世界の実現に向け持てる限りの英知を結集するよう呼びかけました日本政府へは非核三原則の法制化および非核兵器地帯の検討並びに被爆者援護の充実と被爆体験者の救済を要請しましたさらに国家間および市民社会における他国との信頼関係構築の重要性および戦争や被爆体験の継承の重要性を指摘し 次世代へへ平和のの取り組みへの参加を呼びかけました次に、平和記念式典以外の平和関連事業としまして時代を担う若者への取り組みにおいて3年ぶりに中学生を沖縄に派遣する少年平和と友情の翼を実施するとともに全国の自治体が派遣する平和使節団と長崎の青少年が交流を深める青少年ピースフォーラムを開催しました。また被爆体験の継承については 8月9日に原爆資料館において被爆者の体験や記憶を語り継ぐ家族交流証言講話を初めて行いましたさらに旧白山国民学校校舎をはじめとする長崎原爆遺跡が国の史跡に指定される見通しとなったことから平和記念式典や関連行事に参加される方々などにアピールするため8月1日から同校舎の夜間ライトアップを開始しました今後とも 核兵器廃絶と恒久平和の実現に向けて力を尽くしてまいりたいと考えておりますそれではただいま条定されました議案十九件につきまして提案理由をご説明いたします まず平成28年度9月補正予算に係る議議案案をご説明いたします第102 28号議案平成28年度長崎市一般会計補正予算第3号につきましては1点目に B 型肝炎について定期接種の対象とならない12歳児の任意予防接種費用の一部を助成する経費2点目にランタンフェスティバルの集客数増加のための新たな魅力を創造するため ランタンなどの点灯時間延長や特別イベントを実施するための負担金。三点目に障害者福祉施設について施設を利用する方々の安全を確保するためスプリンクラー設備の整備に対して助成を行う経費などを計上しております。次に第百三号議案平成二十八年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第一号につきましては。 国庫支出金等可年度分返還金を計上しております以上が平成28年度9月補正予算に係る議案でございます次に条例議案のうち第106号議案から第113号議案までをご説明いたします100第106号議案長崎市特定業務施設の移転または拡充を促進するための固定資産税の不均一課税に関する条例は 特定業務施設の移転または拡充を促進し、本市経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、固定資産税の不均一の課税をするものでございます。第107号議案、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例は、私立の小学校及び中学校の適正な規模及び配置に関する重要事項を、 長崎市立学校通学区域審議会において調査審議するものでございます。第百八号議案長崎市地球温暖化対策実行計画協議会条例の一部を改正する条例は、地球温暖地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い関係条文の整理をするものでございます。第百九号議案長崎市手数料条例の一部を改正する条例は介護保険法に基づく 新たな介護予防日常生活支援総合事業の実施に伴い第1号事業に係る指定事業者の指定申請等の手数料の額を定めるものでございます第115議案長崎市文化センター条例の一部を改正する条例はビラオリンピカ伊予島に係る指定管理者による管理について利用料金制を導入するものでございます第111号議案 長崎市企業立地奨励条例の一部を改正する条例は、本市における産業の振興および雇用機会の拡大を図るため、奨励金の交付額、交付対象期間等を見直したいのと、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴い、関係条文の整理をする必要があるものでございます。第号議案長崎市地区区計画の区域内における 建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例は田中町地区計画域内の良好な業務環境の形成を図るため建築物の用途、構造等の期限・制限を定めたいのと風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴い長崎卸売団地地区計画域内の建築物の用途の制限を変更するものでございます。 第113号議案長崎市火災予防条例の一部を改正する条例は利用者の防火安全性の判断に資するため消防法令に違反する防火対象物の法令違反の内容を公表できることとするものでございます次にその他の議案についてご説明いたします第114号議案財産の処分については 旧成人病センターの土地及び建物を売り払うものでございます第115号議案土地の処分については平間町の土地を売り払うものでございます第116号議案から第118号議案までの工事の請負契約の締結についてはそれぞれ新西工場余熱利用施設新築主体工事旧長崎市公開堂解体工事 及び塩町団地等新築主体工事の請負契約を締結するものでございます第119号議案指導路線の認定については道路の寄付に伴い指導路線2件を認定するものでございます第121号議案長崎市水道事業会計資本常用金の処分について及び第122号議案長崎市下水道事業会計資本常用金の処分については 水道事業及び下水道事業に係る資本常用金を処分するものでございます次に条例制定請求に係る議案についてご説明いたします第123号議案長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例については地方自治法第74条第1項の規定に基づき条例制定請求が行われましたので本条例を不議するものでございますまたこの議案には 地方自治法第74条第3項の規定により条例制定請求に対する市長の意見を付することとなっておりますのでその内容をこれより述べさせていただきます。意見書1請求に対する考え 長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例は現在、すでに廃止され解体予算が議決されている旧公会堂の解体中止と再使用することについて住民投票により賛否を問うものです。これに対し旧公会堂の解体中止と再使用に反対する立場から本条例は制定すべきでないとの考えを表明し以下、意見を述べさせていただきます。 旧公会堂につきましては平成21年度に実施した単身診断の結果大規模な地震に対する耐震性能が不足していることが判明しましたまた建設から50年を経て施設や設備機器の老朽化は著しく応急処置的な修繕では問題を解決できないほど厳しい状況にあり安定的な運営が難しくなっていましたさらに現代の文化施設としては 座席配置が窮屈であること、トイレの数が少ないこと、バリアフリーに対応していないこと、楽屋の数が不足していること、練習室を備えていないこと、搬入口が使いにくいことなど、構造的な問題点を多数抱えていました。そこで、平成23年2月に長崎市の大型施設の整備方針として、公開堂の市民の芸術文化活動の場という機能は、 今後も必要であり視聴者の建て替え計画の具体化と並行して機能の確保の方法について引き続き検討することを表明いたしましたこれを受け旧国会堂が持つ文化施設としての機能や長崎市の将来の文化施設の在り方についてご意見をいただくために平成23年度に学識経験者文化団体及び利用団体の代表者舞台技術者並びに 公募した市民からなる公会堂等文化施設あり方検討委員会を設置し様々な角度から検討していただきましたその結果同委員会から公会堂は歴史的にも長崎国際文化センター建設計画の一環の中で建設されどこもも近代建築100選に選定された近代建築物として評価されていますが文化施設の価値としては現状では高くない状況にあり 老朽化耐震結果を受けて不足する機能を確保するためには建て替えるべきとの方向で意見は一致したという報告をいただいたところですなお公会堂等文化施設あり方検討委員会の協議状況は並行して設置された長崎市庁舎建て替えに関する市民懇和会及び市議会の市庁舎建設特別委員会におきましても随時報告をしながら協議を進めてまいりましたまた 平成二十三年度には市役所建て替えなどに関する市民アンケートを実施しその中で旧公会堂に関する長崎市の方針や必要な文化施設の機能などについてのご意見をいただいていますこのようにさまざまな機会を設けながらいただいたご意見を踏まえ平成二十五年一月には限られた財源と現在から将来に向けたまちづくりの考え方を勘案した結果公会堂については解体し新たな文化施設により 市民の芸術文化活動の発表・鑑賞の拠点としての機能を確保すること及びその場所は現視聴者跡地を念頭に考えることを方針決定いたしましたそのような状況の中旧公会堂につきましては平成26年2月市議会定例会において長崎市公会堂条例を廃止する条例を提案しましたが継続審査となり次の平成26年6月市議会定例会において附帯決議を付して可決され 平成27年3月末をもってて廃止していま,すまたその審査の過程においては請求代表者が代表である旧公会堂の存続を求める団体からの2度にわたる陳情も行われておりその際には陳情者から今回と同じ趣旨の意見が述べられ質疑が行われたところですさらに旧公会堂の解体工事費を含む関連予算につきましては平成28年6月市議会定例会においても 改めてて現地調査を行うなど丁寧にご審議いいただき可決されています一方新たな文化施設の建設につきましては平成26年4月に出された長崎県県庁舎跡地活用検討懇和会による提言において主要機能候補の1つにホール機能が掲げられたことから近隣での機能の重複を避け効率的に整備できることや現市庁舎跡地への建設と比較して 早期の完成が認めること見込めること県庁舎跡地に一層のにぎわいを生み出すことができることなどを理由として県との協議に取り組むことになり平成26年7月には県に対して1000席から1200席の規模で音楽や演劇に高いレベルで対応できるホールを提案するなどし協議を進めていますその後県においては平成28年2月の県議会で 県庁舎跡地活用の基本的な考え方として広場交流おもてなしの空間質の高い文化芸術ホールといった方向性を中心に検討したいとの方針が示され合わせて平成32年度の工事着手を目標とすることも示されましたこの考え方を受けて現在県庁舎跡地活用の整備方針の策定に向けて県との調整を進めているところです また旧公会堂を再使用することはこれまで積み重ねてきた議論とその中で至った結論や方針決定に基づく視聴者建て替えなどのさまざまなまちづくりの取り組みに支障をもたらしますさらに公共ホールの在り方としても旧公会堂の存続と県に提案している新たな文化施設の建設の両立はありえないことから整備方針の取りまとめの協議を行っている県庁舎土地活用に関する計画にも波及するものとなります。 以上、長崎市が旧公開台を廃止した理由廃止が決定された経緯県庁舎跡地での新たな文化施設建設に向けた協議の状況及び旧公海堂が廃止され解体予算も可決されている状況を覆すことによる今後のまちづくりに与える大きな影響を勘案しますと旧公開堂の解体中止と再使用は認められないことから住民投票を実施するための本条例の制定について反対するものでございます。 請請求求ののにに対すする考え請求の用紙について意見を申し上げます1請求本文について新施設の完成までには10年前後の時間を要するものと思われますとの記載部分については先ほど述べましたとおり県庁舎跡地活用について県は平成32年度の工事着手を目標とするとの考え方を示しており 現在整備方針の策次にすでに従来から公会堂を利用してきた市民の多様な文化活動や芸術鑑賞機会に著しい支障停滞が生じているのは明白な事実ですとの記載部分につきましては旧公会堂に代わる新たな文化施設ができるまでの間文化団体や市民の皆様にご不便をおかけしておりますがブリックホール大ホールの利用におきましては文化団体などを対象として 市民優先ののの設定や現面制度の拡充などの方策を実施しています次に、せめて新しい代替施設が実現するまでの公開度の解体を中止、過去予算の執行を留保しそれの再、それの再使用を可能とする方策を講じることは、市・行政を預かる当局にとって当然の責務と考えますという記載部分について意見を申し上げます。 文化施設の運営においては芸術文化活動や芸術鑑賞に必要な快適な環境を提供し安全安心かつ安定的な運営を行う責務があると考えますしかしながら先ほど述べました理由により旧公会堂ではその実現が難しくなったため廃止することとし芸術文化の表現の場として十分な機能を備えた誰にとっても使いやすい新たな文化施設の整備によって そのの問題点を問題点を解消すする方針を決定したものです仮に新たな文化施設が整備されるまで旧公会堂を一時的に再使用する場合耐震性能の不足建物や設備の老朽化など閉館理由となった自由を一定解消し最低限の環境を整える費用として平成26年6月市議会定例会におきまして約13億円を要するとの説明をさせていただきました。 一方で県,県庁舎跡地の整備について順調にいけば平成32年度の工事着手とされており旧公会堂の改修に2年ほど要すると仮定しますと再使用できる期間の見込みは3年程度となりますしたがって公会堂の再使用は一時的であっても考えられませんまた請求代表者の主張においては市民の文化活動等に著しい支障などが生じているとの理由から せめて新しい代替施設が実現するまでと旧公会堂の一時的な使用を求める一方で新施設の整備より安価となることや市庁舎の建て替え場所についても言及し併せて公会堂が有する歴史文化,的文化遺産的価値などについて明らかになってきたことも理由として旧公会堂の永続的に長期にわたって使用を想定するような記述をするなど 再使用に至る理由の違いもあり旧公開開道を再使用する期間の考え方について新たな文化施設が完成するまでの一時的な使用なのか永続的な長期にわたる使用なのかが明確に示されていません 2. 請求の用紙の括弧一について請求の用紙の括弧一のうち公開道を再使用するためには最低限 その設備更新は必要で合わせて耐震補強と現状の不備を補う大規模改修が望ましいと考えますとの記載部分につきまして意見を申し上げます長崎市では旧公開堂をその外観を残したまま建物を存続させるためには平成26年6月市議会定例会におきまして耐震補強を含む大規模改修に約31億円を要するとの説明をさせていただいていますがその場合においても敷地の制約や 建物の構造上の問題からバリアフリー化が必要な箇所の一部、狭いとされる搬入口、舞台袖の拡張及び練習室の確保などの文化施設として改善が必要な課題を解消することができません。次に、このためには25億円程度を要しますが、新施設の整備より安価となることは確実ですという記載部分につきましては、 請求代表者が主張する25億円程度という回収費の根拠は示されておらずまた過去に市議会での陳情の際に述べられた見解においても他都市の事例では約60年前の建築当初の費用の約10倍程度で大規模回収が行われているといった説明がなされるにとどまり請求代表者が主張される25億円程度の回収で旧公会堂が抱える課題のすべてを解消できるのかどうかも不明であることから 論拠に乏しいものと言わざるを得ません3請求の用紙の2について請求の用紙の括弧2のうち長崎市公会堂を解体することは元来その跡地に市役所を新築するためであったとの記載部分につきまして意見を申し上げます公会堂等の文化施設の在り方の検討と視聴者建て替えの検討についてはそれぞれに並行して行っており 平成23年度に設置した2つの懇話会からの意見さらには議会での議論を踏まえ長崎市の将来のまちづくりの考え方や限られた財源などを考慮した結果公会堂は解体し新たな文化施設により市民の芸術文化活動の発表鑑賞の拠点としての機能を確保することを決定し一方視聴者については建て替えを検討するエリアの決定を経て最終的に 公会堂及び公会堂前公園敷地に建て替えることを決定したものです。よって、市役所を新築するために公会堂を解体するという請求代表者の主張は事実と相違があるものと考えています。次に、この検討の過程では、公会堂が有するその歴史文化的。公会堂が有するその歴史文化遺産的。建築的都市景観的価値については。 情報不足もあって十分に認識されていたとは言えませんとの記載部分につきましては長崎市としましても旧公会堂に関するさまざまな価値は認識した上えで最も重要なのは文化施設としての機能であるとの判断から必要となる機能を満たしていない旧公会堂は廃止し新たな文化施設によりその機能を確保すると決定したものです。ままたた先ほど述べました通り 公会堂と文化施設あり方検討委員会や長崎市公会堂条例を廃止する条例の議会審査におきましても旧公会堂が持つ価値を十分に認識された上で議論がなされています一方で旧公会堂建設の礎となった長崎国際文化センター構想の精神は現在も世界都市人間都市を目指す長崎市のまちづくりに引き継がれていますのでこの精神を 新たな文化施設にもしっかりと継承するとともに、長崎国際文化センターコンソーにまつわる経緯の情報発信についてもより良い方策を検討してまいります。（括弧 4） 請求の要旨の（括弧 3） について、請求の要旨の（括弧 3） のうち市役所をどこに新築,新築するかについては、普通に現在地建て替えか、さもなければ県庁舎跡地（括弧その周辺を含めてに）に 再挑戦すするののも一方でしししょうとの記載部分につきましてはつきまして意見を申し上げ視聴者の建て替えにつきましては平成23年2月に建て替えを検討するエリアを現在の視聴者がある場所から公会堂を含む一帯とすることに決定しその後市議会での議論市民懇和会や市民アンケートなどを通じた市民の皆さんのご意見を踏まえ多面的な評価検討を行いました。 その結果、現地建て替えに比べて施設計画に制約条件が少なく1等にまとまりより良いサービスを提供できること2、防災拠点としての安全性も確保した庁舎が早期に実現できること3、工事期間が短いためコスト的に有利なこと4、街中軸に一歩近づくことで街中・視市庁舎双方の交流とにぎわいが期待できること などの理由から平成25年1月に建て替え場所を公開堂及び公開堂前公園敷地とすることを決定していますまたこの方針は現在から将来にわたる長崎市のまちづくりを考えたものであり陸の玄関口である長崎駅周辺歴史的な文化や伝統に培われた長崎の中心部である新大区町から中通りを経て南山手に至る町中地区 海の玄関口である水辺の地区といった3つの拠点をうまく連携させ都心部全体の人の回遊性の維持や中心市街地の活力の向上を図っていくという考え方に基づいたものですなお請求にある現在地建て替えとする場合は現在の庁舎の一部を仮移転しながら段階的に新庁舎を建設していくことになるため旧公会堂及び公会堂前公園敷地での建て替えと比較して 完成までに期間を要するとともに新庁舎のレイアウトの自由度も低くなります加えて仮庁舎の建設が必要となることや工事期間の長さから事業費も増大しますこのような様々な要素を比較検討した結果市庁舎の建て替え場所については現在地よりも旧公会堂及び公会堂前公園敷地を選択すべきと判断したものであり現在の方針は適切であると考えています また、県庁舎跡地については県が設置した懇和会において行政機能を置くべきではないとする提言が取りまとめられておりこの懇和会の提言や県議会での議論を踏まえた県の基本的な考え方として3つの方向性を中心に検討したい旨の方針が示されこれに基づき現在、県市において整備方針の策定に向け具体的な協議を進めているところであり県庁舎跡地に市庁舎を建設する考えはありません。 次に計画時点での必要面積の算定や整備スケジュールも最近の時代情勢の推移に鑑みて早急に見直すべき時期に至っていると推察しますとの記載部分につきまして意見を申し上げます新市庁舎の面積につきましては基本機能として執務室会議室議場など付加機能また付加機能として市民も利用できる多目的スペース 情報コーナーなどさらに共有部分として災害時の一時避難場所ともなるエントランスホールなど必要となる面積を積算したものであり他の自治体の庁舎建設事例に照らしても適正な面積であると考えていますまた現在の市庁舎は十分な耐震性がないことが判明しており今年4月に発生した熊本地震における熊本県内の自治体調査の庁舎の損壊状況を踏まえますと 災害発生時の防災拠点施設である視聴者に防災上の不足があることは喫緊の課題と捉えていることから安全安心な市民生活の確保のためにも新庁舎の建設につきましてはできる限り早く取り組む必要があると考えています。3本条例に対する考え 本条例について意見を申し上げます第1条目的は公開道の解体中止と再使用について住民の意思を確認することを目的とするとされ第2条住民投票では単に賛成か反対かの選択肢を用いて投票を行う旨の規定が設けられています。先ほど述べました通り請求代表者の 旧公開堂を再使用する期間の考え方について旧公開堂を新たな文化施設が完成するまで一時的に使用するのか永続的に長期にわたり使用するのかが不明確でありこの選択肢では住民の意思が正確に反映されないと考えています第15条投票結果の取り扱いでは市長及び市議会は住民投票の結果を尊重すると規定されています 今回の投票に際しては一定の投票率と得票率を満たさなければ住民の意思が反映されたということはできませんしたがって住民の意思を適切に評価するための投票率と得票率の規定を設けることは必須の要件であると考えます4総括最後に本条例の制定について総括的な意見を申し上げます本条例について1万7,098人という 多くの市民の皆さんが条例制定請求の署名をされた事実は真摯に受け止める必要があると考えていますしかしながら旧公会堂の廃止及び解体については文化団体などの関係団体や市民のご意見さらには議会での議論を踏まえ慎重に検討を重ねて決定した経過があり現在すでに廃止され解体予算も可決されています先ほど述べました通り 仮に一時的に再使用するとした場合には約13億円もの回収費を要し外観を残し永続的に長期にわたっての使用を目指す場合は約31億円もの費用が必要ですがそれでもなお文化施設としての課題を解消することはできませんこのように多額の費用を投じたとしても根本的な問題を払拭できないことが旧公開堂の廃止を決定した最大の理由です 加えて、公共ホールの在り方として旧公会堂の存続と新たな文化施設の建設を両立させることはありえないと考えておりこれまでの方針に沿って旧公会堂は解体し新たな文化施設を建設することが長崎市のまちづくりを着実に進めていくための私の責務であると考えています。ここれれらららののとととから旧公会堂の解体中止と再使用についいてては認められないと考えており、 住民投票を実施するための本条例の制定について反対いたします議員の皆様におかれましては慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げます以上で提案理由の説明及び条例制定請求に対する意見を終わりますこれより質疑を行います 次を終結いたしますただいま議題となっております19件につきましては、お手元に配布いたしております、議案審査付託表に記載のとおり、日程4第102号議案、平成28年度長崎市一般会計補正予算第3号は、所管の各常任委員会に分割付託し、残る18件につきましては、 同付託票に記載のとおりそれぞれ所管の各常任委員会に付託いたします以上をもって本日の日程は全部終了いたしました次回の本会議は9月6日午前10時から開き市政一般質問を行います本日はこれをもって散会いたします 環境経済委員会は直ちに開会をお願いいたしますお疲れ様です。